高田市病チャンネル。兵庫西農協の中村です。今回第2回目の YouTube の撮影ということで、前回、捕食の仕方とか、説明の方させていただきました。で今回、前回の撮影の時から1ヶ月経っております。で、あの撮影の後、後巻きの方ですねは、すぐサマー捕食の方ができました。で、できたって言ってもその雨がやっぱり降り続けて、梅雨入りということで雨が降ってましたので、ちょっと足元の悪い中、ちょっと、できれば乾いた状態で捕食の方したかったんですけど、ちょっと土が濡れた状態の中でではありますが、捕食の方が完了しました。で捕食に関してはやっぱりその、乾いた状態じゃなければやっぱり根腐れの方が起きますんで、捕食の方は土が乾いた時に、していただけたらなと思います。で、その後中耕の方、中耕の前に中付きっていう作業になるんですけど、こちらの地区に関してはトラクターの方で、中付き、中耕の方をします。中付きに関してはあのトラクターの方、爪、耕運爪の方で、畝の真ん中、豆と豆の間を通りまして、土を寄せていく、寄せるというよりはあの草を抑えるために中付きの方をします。なんで、あのより多くの土をのけ、上の方に、置かずにあの草を抑えるためだけにあの土をあの寄せていくような感じで、中付きの方をしていくんですけど、例年であれば、あれいい時を見計らって6月下旬もう7月入ったらついでにあの中付きの方したかったんですけど、6月の10何日から20何日だったかなからあの7月の、頭の方までずっと雨が降り続きました。で、その関係でもう乾く暇がなかったということで中付きの方が遅れてしまったということで、ちょっと草の方が大きくなりすぎた補助もあったりとかはするんですけど、7月の2日、から9日にかけてなんですけど、梅雨の中休みということで、晴れ間がちょっと続いて、そのタイミングで、中付きの方させていただきました。で中付きに関して通常であれば草押さえという意味であのしてたんですけど、今年に関してはちょっとやっぱり補助を乾かすっていう意味を込めまして中付きで、乾かしながら土を、寄せて、草をなくしていくという形になりました。でその後 またその9日の日から雨が降るということで、急いで中付きした後に乾いた土を、すぐ上げて、中耕の方1回目の方をさせていただきました。で中耕の方1回目でもう見えなくはなってしまってるんですけど、初生葉の下までなんでもう今もう第1葉の下までかかってると思うんですけど、第1回目で初生葉の下まで、かけてます。でその後にまた、少しの間雨が降り続いたということで、今年に関しては梅雨明けが7月の21か2だったかな、の方梅雨明けの方したんで、その間ちょっと雨が降り続いて、乾く暇がまたなかったということで2回目ですねの方が遅れてしまいました。で中耕の方を、7月の19日ぐらいから、乾いた圃場から順次上げていきまして、このように、第1葉ですね、1葉の下まで中耕の方、できております。で上手な方に関しては、より上の方ですね、一葉よりまだ上の方までかぶせて、大きい畝の方にしていただいております。で、中耕が終わってから今1週間ほど経ってるんですけど、その中耕した後に雨が降ったりもした関係で、豆の方大きくなっております。で今現在ここで60センチですね、60センチということで、大きくなっております。で分子数についても12節ぐらいは上がってきているような感じですね。
でこれからもっと大きくなっていきまして、17節ぐらいまで大きくなっていくかなと。で、大きさの方も、120ぐらいですねになっていく。でもうさらに大きくなったりとかもするんですけど、僕の身長を超えて大きくなったりとかもするんですけど、それぐらいまで大きくなっていきます。で畝の高さに関してなんですけど、もう僕の、まあ、体が小さいんで分かりにくいかもしれないですけど、大きさ的に言うともう長靴の高さぐらいまでは大きい畝で上がっております。で今年の、黒大豆に関してなんですけど、見ていただくように大きい、もう丹波黒らしい、大きい葉っぱとなっております。で今後の、管理についてなんですけど、8月の、上旬ですね、予想では2日3日ぐらいからあの開花期がもう花が咲いてくるとは思います。で、まあ、例年ちょっとちょっとずつ開花期が遅れてるような感じもするんですけど、8月上旬にはもう花が順次咲き出して9月ぐらいまで咲き続けます。その間一番もう黒大豆については水が必要な状態なんで、水の方、入れていただけたらなと。もう乾ききってしまう前に、入れていただかないと花がもう落ちてしまうので、水の方お願いします。で、害虫についてまた8月になってくれば、一番まあ天敵っていうなるハスモンヨトウなんかが食害の方をしていきますんで、この館内についてはフェロモントラップの方を、設置しまして、各地区でその量とかを、計測してますんで、この地区についてはまた今後多くなれば、皆さんに伝えていけたらなと思っております。で今現時点ではもう見ていただくようにもう害虫の被害がほとんどないと思います。でこの館内についてはもう初期の手指消毒でもう、ここまで、約1ヶ月半ほどですね、手指消毒のおかげでもう害虫の方は あまり心配いらない状態となっております。まあ、こういう、農薬を使うことによって減農薬をできているかなとは思います。以上で今現時点での思想館内についてのこの黒大豆の状況の方、報告できたかなと思います。次回についてはまた1ヶ月後、そうですね、開花期を迎えてもしかしたらさやがついてるかもしれない状況になってくるかなとは思うんですけど、またお伝えできたらなと思います。またよろしくお願いします。